何よりも人命を第一に、地方自治体と緊密に連携し、被害状況を把握、そして救命救助など災害応急対策に全力で取り組んでいます。今後さらなる被害などに最大限の警戒を行うとともに、国民に対する的確な情報提供に万全を期してまいります。今後もしっかりと警戒をしていきたいと思っています。私自身はこの後公邸において待機をすることになります。